阪神対オリ日本 S チケット、すでに高額転売か、ファン怒り。阪神タイガースが日本シリーズ進出を決めてから一夜明けた21日、すでにインターネット上では、日本シリーズの入場チケットが高額で出品されていることがわかりました。中には、135倍を超える1枚50万円で売られているものも確認され、SNS 上では、チケットの抽選から漏れたファンが50万とかやってられねえ、といった嘆きの声が上がっています。なんやなんや、チケットはいずれ電子化される、本人とリンクする形で、転売不可能な仕組みを作ればいいだけじゃん、簡単なことだろ。つかそんな簡単に転売できるの？ローチケ売れるんかな？つか当選しないか？将来的には転売できないようになるんだろうが、今年はまだダメだな。ていうかチケット転売って犯罪だよな。ニュースにまでなっちゃったから50万で出品したやつは捕まるだろ。買うなよ、絶対に買うな。たった3700円のチケット1枚が50万とかまさに錬金術だな。20枚あれば1000万、すげえな。歌手のライブみたいに禁止できないのかよ。パイン飴何個買えんねん。福山雅治のとこはうまく対策してるから、ヒッター見習え。個人だけでなく、業者も多数転売ヤーしてるからな。実勢価格としては4500円くらいの外野席が2万円ってとこ貧乏人が小遣いを稼ぎ、金持ちは確実に手に入れられるいいところちゃうか？そんな値段で買うやついるの？ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。